については以前この動画でも紹介していますが、新しく追加したアイテムもあるので改めて紹介したいと思います。あれかな、どうしたの。いや、ちょっと気になることがあって。何気になることって。いや、このコスプレまだサイズ合うかなって。よし、それを確かめるためにも着てみようぜ。おお、ファイファミリー知ってるよって人はグッドボタンを教えてね。ベルマークをもう忘れないで。今回紹介するキャラクターは全部で4人。まずは1人目、僕がロイド・ホーに変身だ。ロイド・ホーじゃない。ショーはシャツ、ズボン、ネクタイ、ベスト、ベルト、手袋、カツウラ、そしてカラコン。それでは変身スタート。自分でやってください。130だわ。リンタのただいまの身長138センチ。いきまーす。たらこ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 。やばい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 。だいぶ怖くちゅう。ああ、やばい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 。今回ネットが新しいからか。誰だ俺。次、カラコン。ロイドの瞳は青です。おりゃー。おー、乗っかってるだけ。どこ乗ってんのそれ。あれ、マジで。あ、落ちた落ちた。カツラ。あ、これ失敗ですね。カツラ。あ、ウェステリスの平和は俺が守る。パパ、これ脱いでいい？え、どうした？ちょっとこれきついからさ、こうやってあんま動けないのよ。マジで？そんな大きな状態でいいんだ。ほんとに、マジきちい。マジきちい。マジきちい。え、キツキツダンス。マジきちい。どういうふうにやられるの？マジきちい。めっちゃ面白いわ。マジきちい。マジキッチン、マジキッチンよ。マジキッチン、マジ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 。ずい。マジ。それでは次、私が夜ホーちゃんに着替えていきたいと思います。夜さんの衣装は上着、スカート、腹巻きみたいなやつ、パンツ、イヤリング、ヘアバンド、カツラ。それでは夜さんに。腹巻きみたいなやつ装着完了。ジャンピング。
数々のミッションをこなしてきた俺は今初めてくじけかけている。次はタイツを履き上がれ。ママの大切な証拠物に、さっさとタイツを履き上がれ。スパイ歴中っすね、数々の。こちらのネット、映画をしていただきます。サイコロ6先輩、カモン。誰おりゃー。まずい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 。あまあ、まぶしい。ヨルさんのコンタクトは赤。入ってんの？入ってる。カツラ、そっちか。夜バージョン、クラッシュ。あれ？私服バージョンってこれで完成？私服バージョン？いやだって殺し屋バージョンとか全然服とかアイテムとかも違うじゃん。殺し屋バレてる。はい、次は私がアーニャ。僕がダミアン。二人一緒に着替えてきたぞ。オーマイバース。アーニャとダミアンの衣装は制服の上にズボン、靴下、カツラ、カツラ、それぞれ変身スタッチャー。クッションわー、カラカンジョギーラウジョギーカツラウ。これはないだろ。これはないだろ。彼女の方がないな。彼女の方がない。おあ、やっちゃった。ツノサウチェック、下まつげ。アーニャ、ダミアン、完成。ということで、これからもこのコスプレで楽しい動画をいっぱい上げていくので、みんな見てね。見てね。ウエステリスの部屋は俺じゃ守らんじゃん。ちょっと俺